はい、皆さんこんにちは。今日は腹筋トレーニング1日2分だけやるだけで、まあそれを週3回やれば腹筋が割れるというトレーニングをやってきます。で、やることは6種類の腹筋トレーニングやります。で、それを2分間で休憩なしでやっていきます。で、それをやることによって、まあ腹筋収縮だけじゃなくて伸ばしたりすることによってより負荷が高いトレーニングがありますので、休まずに2分間ではやっていきましょう。お願いします。いやトレーニングお疲れ様でした。まあ単純な動きなんですけど、ただ曲げる腹筋だけじゃなくて足を伸ばしたりとか、その四つ這いになってバランスを取ることによってさまざまな方向から腹筋に収縮、まあ、刺激を入れてますので、普通の腹筋するよりやっぱり効果がかなり高くなります。そして休みを取ってないのでその分負荷が高くなってます。なのでまあこの腹筋を1日2分だけなので、まあ、週3回やるだけであなたが望んでいる割れる腹筋っていうのが手に入りますので、ぜひトライしてみてください。よろしくお願いします。